お願いします。はい、お願いします。普通にてっぺくに妹がいたとはな。お兄ちゃんに一言メッセージください。お兄ちゃんちょっと私めちゃくちゃ巻きますんで。いやお兄ちゃんよりいいよ。私お兄ちゃんにそもそも会ったことないんですけど。いやいや今度会わせる。博多行くんでしょ。だって行ってきなよ。兄ちゃんは野獣のようだけどね。聖の野獣のような。いやーマジで誕生したよ。エイトハイピッチャーが。ね、浦井さんね、この子仕込んだら多分日本一のカンパチピッチャーなんべ、なる。いやマジなるよ。早まって、うん、そうそう10回やってね。これなら絶対魚かかるよな。兄ちゃんに負けないようにしゃぐり倒して。はい、お兄ちゃんに負けないです。 PPJ 4番を3番か。使いこなす女初めて見た。さすがてっぺくんの妹だな。乗り子をやってたのは伊達じゃないの。15回くらい巻けばいいんですか、ね、いやだいたいやっぱ20回はやってほしいね。体力続けたら30ぐらい。うわきつい。その方がやっぱりヒット率上がるな。そうですね。くっついてくるから、追っかけてくるから、はい、食わせるまで。使い切ってんだ。お兄ちゃんは 500g でやるからね。あ、500g。 しかもお兄ちゃん4号5号でやるからね。ある程度重さがあった方が帰りがいいから、ちょっと疲れるけど重めの方がちょっと逆に出やすいな。口が出やすいな。なんかスピードでフォールしていくわけ。そうそう、あ、正直200、200。そう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 、OK。すげえな、なんかあれですか？すげえスピード。油断ですね。
完全にカンパチのさベイトハイピッチのジギングマーケットガラ空きだから。あ、釣れたらいいですね。すごい作りやすいです。日本全国のマーケット全部アイちゃんが持ってけるよ。パパラっていいですか。テツコが持ってって。おー、背景すごいね。デトのなんかピッチが合ってないね。バランスが悪そうだな。ただ今唯一魚釣ってるのは ゆうこさんだけなんです。ありがとうございます。俺の餌よろしくお願いします。ちょっと待ってて。